これさえあれば世界が手に入ると言われたら、諸君はそのアイテムに手を伸ばすだろうか。西暦30年4月、エルサレムのゴルゴタの丘に建てられた十字架にイエス・キリストが貼り付けにされた。残酷な公開処刑の後、早く死体を片付けるように言われたロンギヌスという名の兵士はイエスの死亡確認を取ろうとする。そして手に握っていた一本の槍をイエスの脇腹に突き刺した。確かにイエスは絶命していた。しかしその体からは勢いよく血と水が流れ出したという。この時にイエスの血を浴びたロンギヌスの槍は不思議な力を持つことになる。その力とは、世界を制する力。ミッドナイトムーン。マドモアゼン、突き照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ、You know。 闇人形の闇りですわ。槍があれば全部やり直せる。ロンギヌスの槍って、シンジ君が周りの話を無視して引っこ抜こうとするあれですわね。そう、エヴァンゲリオンにもロンギヌスの槍は登場するね。そのモデルになったのはイエス・キリストの脇腹を刺した一本の槍だったんだ。イエスの血が流れた槍は数々の支配者の運命を翻弄するんだぞ、You know。 聖騒の伝承。遡ること1600年以上前の4世紀、再びエルサレムの地でロンギヌスの槍が歴史の表舞台に登場する。ローマ皇帝コンスタンティヌス1世の母、聖ヘレナがエルサレム巡礼の旅の中でこの槍を発見したんだ。キリスト教徒にとってイエス・キリストの血は特別な意味を持つ。一説では神に近づく力を持つとまで言われている。そのためコンスタンティヌス1世とその家族は聖書に登場するイエスの血を浴びた槍を探し求めていたらしい。そう、貼り付けになったイエスの死亡を確認するために兵士であるロンギヌスが脇腹に突き刺したあの槍のことだ。母親からロンギヌスの槍を受け取ったコンスタンティヌス1世はどんな戦いにもこの槍を持って挑んだ。その結果、数々の勝利を収め、東西に分裂していた帝国を統一、皇帝の座にまで上り詰めた。コンスタンティヌス1世はますますキリスト教に傾倒するようになり、皇帝として初めてキリスト教を公認した。こうしてロンギヌスの槍は神の力を地上に呼び起こすものとして信仰を集め、代々のローマ帝国の皇帝たちに引き継がれていく。8世紀になると現在のドイツやオーストリアの地域を含む神聖ローマ帝国のカール大帝が槍を所有した。カール大帝もまたロンギヌスの槍が持つ神の力を信じ、片時も槍を手放さなかった。そして46年間の間に53回もの軍事遠征を行い、そのほとんどに勝利して西ヨーロッパを支配した。しかしある時、カール大帝はロンギヌスの槍を落としてしまった。それは不意の出来事だったらしい。しかしその直後にカール大帝は死亡。まるで神に見放されたかのような話だ。これ以降ロンギヌスの槍はいわくつきの品となった。その内容とは、手にした者には世界を制する力が宿る。しかし失った者は破滅し死に至る。なんて極端な知るものですの。ハイリスクハイリターンでゾクゾクしますわ。イッツァロマン。栄光と同時に死と隣り合わせになるロンギヌスの槍だが、世界征服を夢見る支配者たちにとってそれは非常に魅力的なものだったんだ。ミッドナイトの諸君もよく知る偉人たちがこの槍に魅了されていくんだぞ。槍を求める支配者たち。19世紀になると神聖ローマ皇帝が有するロンギヌスの槍を欲しがる者が現れた。フランスの皇帝ナポレオン1世だ。超自然的な力を信じるナポレオンは、世界を制する魔力を持つロンギヌスの槍を欲しがり探し求めるようになったんだ。19世紀初期、ナポレオンによるドイツ侵攻が始まった。当時の神聖ローマ皇帝は槍がナポレオンの手に落ちることを恐れ、ドイツのニュルンベルクに所蔵していた槍をオーストリアの皇帝に託した。そして当時のオーストリア皇帝フランツ2世はこのロンギヌスの槍をドイツ系の貴族であるハプスブルク家の家宝としてウィーンのホーフブルク宮殿に保管したんだ。こうしてドイツからオーストリアへ移ったロンギヌスの槍はある人物に出会ってしまうんだぞ、You know。 さらに時を経て1908年、ホーフブルク宮殿の博物館に展示されていたロンギヌスの槍に釘付けになる青年がいた。彼は画家を目指し路上で絵描きをする野心あふれる青年だった。そんな彼の存在を後に世界中が知ることになる。青年の名はアドルフ・ヒトラー。
ドイツの首相となり、ナチスを率いる独裁者になる人物だ。ヒトラーは18歳の頃にウィーンに移住し、芸術の道を志していた。この時に出会ったロンギヌスの槍はヒトラーに非常に大きな影響を与えた。ヒトラーは初めて槍を目にした時のことをこう語っている。私はその槍の前に立って静かにそれを見つめていた。するとそれが何か、私の奥底で眠っていたもの、あるいは私が直視することを避け続けてきた何かを強烈に呼び覚ましているような感覚に襲われたのだ。そして私はその槍を自分が誕生するより以前、数世紀前にも一度手にしていたような気がした。私はその槍を持って世界を手中に収めようとしていた。そう感じたのだ。ヒトラーは取り憑かれたかのように博物館へ通い詰め、恍惚状態でロンギヌスの槍を見つめ続けたという。彼にとってロンギヌスの槍はまさに神の啓示そのものだったのかもしれない。一説ではこの槍との出会いがヒトラーを世界征服へ駆り立てたとまで言われている。そして30年後の1938年、ナチスドイツを率いてオーストリアを併合したヒトラーはすぐさまロンギヌスの槍を手に入れた。そしてヒトラーはロンギヌスの槍をオーストリアからドイツのニュルンベルクに移管したんだ。そう、ニュルンベルクとはもともと神聖ローマ帝国が槍を所蔵していた場所だ。このヒトラーの行動は自分が神聖ローマ帝国の後継者であることを示すためだったとも言われている。かくしてヒトラーの手に握られたロンギヌスの槍、伝承の通りヒトラー率いるナチスドイツ軍は快進撃を続け、ヨーロッパ諸国を次々と支配下に収めた。しかし1941年、ソビエト連邦に侵攻を開始したことで戦況が傾く。当初ナチスドイツ軍は短期決戦による圧勝を確信していたが、想定外に手こずり戦いが冬までもつれ込んでしまったんだ。ロシアの冬は長く厳しい。冬用の装備が追いつかなかったナチスドイツ軍は退陣せざるを得ず敗北を喫した。皮肉にもかつてロンギヌスの槍を追い求めていたナポレオンがロシアに侵攻した際に冬の寒さに負けたのと非常によく似た状況だった。この後のヒトラーはまるで神に見放されたかのような運命をたどる。ナチスドイツ軍はアメリカに宣戦布告をするも戦況は思わしくなかった。そして4年後の1945年、アメリカ軍がドイツに侵攻。終末を悟ったヒトラーはベルリンの地下壕で拳銃によって自殺してしまう。そのタイミングはアメリカ軍が教会に保管されていたロンギヌスの槍を奪還した約1時間半後だったと言われている。ヒトラーはなんで槍を花見離さず持ち歩かなかったのよ。いや、アメリ君落ち着いて。こうして数々の支配者のもとを渡り歩いたロンギヌスの槍の行方にはある噂があるんだぞ。言うの？ロンギヌスの槍の行方。ヒトラーの死後、ロンギヌスの槍はアメリカ軍によってハプスブルク家へと戻された。そして再びホーフブルク宮殿の博物館に展示されるようになったんだ。へー、展示してたらまたヒトラーみたいに槍の魔力に取り憑かれる人物が現れちゃうんじゃなくって？そう思うよね。しかし展示されている槍にはある噂が立っているんだぞ。その噂によるとホーフブルク宮殿に展示されているロンギヌスの槍は偽物。なんと本物のロンギヌスの槍はアメリカ軍に回収される前に別の場所に移されていたという説が浮上しているんだ。ヒトラーがロンギヌスの槍にひどく執着していたことを考えるとありえない話ではないかもしれない。2003年にはドキュメンタリー番組により展示物のロンギヌスの槍の調査が行われ、衝撃の結果が出ている。イギリス人の学者が X 線などを用いて調査した結果、槍は8世紀頃から9世紀初頭のものであり、紀元1世紀の時代と関連性はないと断定されたんだ。では本物のロンギヌスの槍はどこへ行ったのか。一説では敗北を悟ったヒトラーが南極大陸の洞窟に隠したと言われている。この噂との関係性は不明だが、第二次世界大戦の終戦直後にアメリカ軍は4700名もの人員と13隻の艦船を南極大陸に送り込んでいる。目的は南極調査だと言われているが、大規模な軍事力を投入して調査しようとしたものは一体何だったのだろうか。その後ロンギヌスの槍はドイツ空軍で飛行の腕前がトップだったハルトマン大佐によって回収。現在もドイツの支配下にあると囁かれている。さらに世界にはホーフブルク宮殿に展示されているものの他にもロンギヌスの槍だと言われる槍が数本存在する。そしてその全てをレプリカだとみなす意見すらある。今のところは真相は闇の中としか言えないだろう。しかしもし本当に世界を制する力を持つ槍が存在するとしたら、新たな破滅を生まないためにも誰にも見つからない方が良いのかもしれない。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。